じゃあ今回もスーパーマリオ RPG やっていきますというわけで、前回はですね、このカントリーロードというかヤリドビッヒ3人目の武器軍団のやつを倒しまして、今回はですね、ここのステージ、カントリーロードという、まあ耳を澄ませばの曲名でもあるカントリーロードをまあね、やっていくというわけでございますよ。まあ耳を澄ませばの曲調ってわけでもないと思うんだけど、まあとりあえずこのヤモリ誰？初めて見る。怖っ。なんか色いすぎじゃん。てかカサカサアロエ。あれ、あいつ、確かあれじゃなかった？そうだよね。ケロケロスイロだっけ？かなり序盤で、ほら、マルと仲間だった時に、土管入って挑んだらボロクソに負けた時の、あいつじゃね？そうだな、あいつだね。はい。160、おい、強い。強すぎるね。強すぎて、おびっくりしたわ。全員眠ってもらうか、一回。そうした方が絶対調べやすいんで、眠れ良い子を使いましょう。あと、そうだ、卵も使わなきゃな。そもそも寝んのか、こいつら。寝るわ。寝るね。じゃあ、何を考えてるか、ゆっくり調べましょう。まず、お前から、レオン。レオン、なんとか。わひゃー、酔っ払ってなんかいないのら。酔っ払ってんな、思いっきり。まあ、レオンレッドはとりあえず攻撃しましょう。おい。156。で、レオンレッド倒した。で、マジちょっとこの不思議なキノコでしたっけ？不思議なキノコじゃない、不思議な卵が。使ってみましょう。ほら。まだどんどんなんか蓄積はしてってはいるかって感じだ。で、次、ワカッチュラ。ワカッチュラ？なんかワカッチュラみたいな感じだね。で、氷恐怖、眠り、沈黙弱点。毒持ってねえよ。ほんとだって。嘘つけ。毒じゃ持ってなさそうな見た目だろうか、お前。おら。150。耐えるな。で、ピンチ出します。おい。あ、そのパラソルだった、今。オッケーでパラソルして。で、最後にお前、カサカサアロエ。カサカサしてんね。はい。で、誰？262。アロエ、カサカサ。はあ、そんなことしてるか。ふわキックからの、はいはい、24入んないからの、そうだな、はい、つえ、オッケー、物理からの、ふわ、痛すぎませんかね。普通の攻撃とは思えない。痛さが攻撃のねえ、痛さがおかしいですよ。もうケーキ34、ありがとうございます。で、硬くなるくれましたね。硬くなるね。これ下折れちゃっても平気なのかな。うわー、なんだこりゃ。いや、おー、ヤモリが多すぎる。ヤモリが多すぎる。俺もう入ればいいのこれ。入れば、うわー、いった。気失ったんすけど、最悪。で、これ、どっから帰ればいいんだろうね、みんな。俺、ここに乗ってきたけど。あ、こっから帰ればいいのね。オッケーオッケー。で、こっから帰りまして、なるほど。で、下に降りても何も特にないんだね。イーン！で、レベルアップしました。いや、全くレベルがすぐ上がるね。てか、あなたを超えたくての効果予想以上に強いな。G のにそろそろ付け替えても良さそうだな。で、体力は3で、魔法開けとこっか、マリオは。あ、今、あなたを超えたくてつけてるのマロだったか。で、あなたを超えたくては、とりあえず、マロから G のに変えまして、で、お前は安心バッジの代わりにセーフティーリングじゃなくて、ブッキーの守りつけといてもらって、マロには。で、そう。実はね、あれ、アクセサリーでね、セーフティーリングあるじゃん。一撃死攻撃を防ぐ。これね、ピーチにつけといた方がいいらしい。でも今ちょっと、まあ、ちょっとね、今、ラブラブリングにちょっと不思議な卵をなんか、いっぱい使った方がいいと思うんで、とりあえず、これが不思議な卵が、あれかな？なんか、卵が目覚めたら、セーフティーリングに変えようかなと思いますので、よろしくお願いします。あ、落ちちゃった。え、ちょ、落ちたんだけど。ちょ、どうなってんのこれ。オーブル、何今の。レア演出。で、さっき進んでいきましょう。で、ここどこよ。結構高いところに来て、なんだここは。で、こっちの通路って通れる？あ、別に通れはしない。で、なんか蜂がいるな。で、セーブロックもある。まあ、初めて聞いたし、戦っとくって隠したから僕あんのね。で、フラワーリップとその他たち、8ビートレッド。まあ、とりあえず、ダブルパンチ！オッケー、強っ。あんな強い。毒針。はい。まあまあまあ、8ビットはそんな強くないイメージあるな。てか、なんかマリオたち攻撃なんか異常に高くなってる気がしない？で、ちょっと待って、俺、そうだ、フラワーカプセル使おうと思ったんだった。ちょ、BP 結構使っちゃうから、フラワーカプセル使ってマックスしようと思ったんだった。で、刻むぜ、俺のビート！え？波紋のビート？なんか意外とジョジョネタ多くない？オッケー。ありがとうございます。ダブルパンチ使いやすいね。あざます。で、誰のレベルが上がった？ G の心臓を捧げよう。はい、オッケー。何が上がるかな、G のは。G の物理いいですね。上げましょう。で、フラワーセットを使おっか。BP3 増えるし。FP3 増えるとはだいぶ嬉しい。で、隠しブロックっていうと、ここら辺にありそうなイメージが邪魔だな。
で、ここら辺の上とかは別になんもない感じか。あ、なんもない感じ。あったね。あったね。俺が大抵なんもないっていうとき、大抵ない。なんなんだろうね。で、これは花だよね。これあっち側の上に行けってことか。はい。オッケー行きまして、で、ちょ、蜂が邪魔だな。蜂の蜜を集めてる場合か。で、こっち行って、はい。オッケー、さらにこの上行って、くる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 、ポン。で、行って、ここなんだ？え、下に降りろ。え、降りるの？誰？どちら様？やっほー、いい天気だね。これカントリーロードの名物コース、ちくわブリッジだよ。はぁ、あ。ちくわブリッジに挑戦するか？おい、ちょっとやってみようかな。では、ここにいただきまーす。爪聞く、聞く、聞く。チャレンジするには3つのコースがあるよ。どのコースでも落ちるとそこでおしまい。渡れるとダブルアップチャンスがある。ノーマルはブロックが落ちない上に進む方向に L を傾けて B を押したら次のブロックにジャンプをできる。渡れると5コインをプレゼント。スペシャルだとジャンプとはノーマルと同じだけど、時間が経つとブロックが落ちてしまう。渡れると8コインプレゼント。エキスパートになるともちろんブロックが落ちるし、ジャンプも君の腕次第。とっても難しいよ。渡れるとカエルコインをプレゼント。どのコースでも邪魔が飛んでくるからタイミングよくジャンプして避けてね。んじゃあ、エキスパート行くしかねえよな。男だ、黙って、エキスパート。やっほー、じゃあ頑張ってね。俺、自分の感性で済んじゃって、いい感じ。なるほど、こんな感じで。はいって言って、はい。あーっす。うわー、こんな感じが、なるほど、確かにむずいかも。ちょっとなんか、こっち側なんかある。で、こう下に落ちたけど、別になんもないの、特に。なんか、すごいここへこんでんね。なんか、すごいここへこんでるわ。てか、なんか、あっち側さ、ん？なんか今、煙出なかった、ここ。気のせい。今、煙出なかった。気のせいか。あ、おお、なに？え、は？煙が出て入ったら、なにここ？え、ちょ待って、俺普通に先進みたいだけなんですけど、ちょっと、え、なんか隠しブロックある？違う、これ、ここで取るのか。オッケーオッケー。なにここの場所？え、ヤモリ邪魔すぎ。ちょっと、え、隠しブロック？こういう場所なんのかな？え、で、ハイヌドライがいる。ハイヌドライだっけあいつ名前。ここら辺にアイテムとか、あーあったあった、隠したからばかった。これだけの場所かここ。え、なんなんだろうここ。え、なにここ。お、こいつあれだ。前に俺をボコボコにしてたやつだ。そうだわ、こいつら。おめえらよく前をやってくれたな、おい。まずはカサカサあろうや、おめえからだ。バン、オッケー。で、からのマリオ、お前もだ、行け。関根の恨み、オッケー。で、はっ、痛い。あ、悲しい歌。悲しくなる。うん、なんだ、あれ沈黙になるのね。で、何考えてる、飛んだりや。ただの兵法だけど、見た目羽の生えた兵法だけど。で、42ランラン、シシシランランラン。いや、なんだあいつ、バカバカ、うおー、なんだあいつは。飛んだりや、くらえ、オッケー。で、飛んだりや、不滅で、からのオッケー。あ、体力は多くないんだね、そんなに。オッケー。なるほど、ここあいつがいる。ってか、あれ、これ多分、ケロケロ子と繋がってる場所じゃないの、ここ。あ、なるほどね。そこ通るようになったと。で、これとりあえず叩いて、多分これケロケロ子に繋がってるやつだよね。そうだよね、多分。あ、そうだわ、そうだわ。で、こっち行った？あ、これは中身フラワーだったっけ？コオロギ王冠。え、何それ？あ、そういえば、コオロギ羊羹食べたいのねってカエル仙人が言ってた気がすんな。その回収場所だったのか、ここ。え、こっちは別に行けないんだよね。じゃあ帰るか。こんな場所に繋がってたんだ。ただ単にコオロギ羊羹回収場所だったのかな。なんか謎空間だったね。てか、エキスパートもう一回チャレンジしたいんだけど。え、これ先のエリア進んできちゃったのか、俺たち。なるほどね。まあ、エキスパートをやりたいよね。やるんだったらエキスパートクリアしたい。男なら黙ってエキスパートよ、みんな。行きますよ。ん？クッパが今レベルアップしたんだけどね、新しい技を覚えたね。月でのボボーンを身につけました。硬い岩を突き出すのだ。岩が出た直後に A を押せばダメージが増えるぞ。あ、説明ありがとう。まあ、クッパは物理なんですけどね。次みんなリベンジエキスパートでございます。どれぐらいでちくわブロック落ちんだろうって感じはするけど、はぁ、全く最悪だね。今俺前に落ちちゃったもん。あれあなた誰？上のものにはついててあげる。おいらはダメに飛び乗ってくれよ。はい。ありがとう。じゃ、もう一回エキスパートやるわ。優しいね。やり直しが効くんだね。はい、チャレンジします。あ、でもそんなむずくはないって感じはするよなって感じはする。わかるかな、みんな。そんなむずく。見なかったことにしてくれ。いや、男ならもう黙ってやっぱりエキスパートよね、みんな。はい、こっち行って。で、ここ行く。ここ行く。ブルブル震える。ここ行く。
ここ行く。これ行っちゃっていいんじゃねえか。オッケー。で、これにいいんじゃないの。どうも。ヤッホーダブルアップチャンス。もう一度同じ工場チャレンジで一度渡れると、プレゼントの声がさらに2倍になるよ。でも少し難しくなるし、落ちるとプレゼントゼロになるから、よく考えてね。やるか。俺、カイジなんで、ちょ、カイジの鉄骨渡りみたいな感じでやるか。やろうやろう。冷静に行こう。冷静に行きましょう。行きますよ。はい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 。オッケー、いった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 、うまいね。ヤッホーダブルアップチャンス、もう一度同じ構造、さらに2倍。まだ、もう一回できんの。つまり 4枚もらえるってことか。もう一回やってみるか。まあ、とりあえずこれでパーになったら、もう俺は賭け事をしないと誓うね。ここでいきますよ。はい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 。普通に簡単だったね、覚えれば。そんな難しくなかった。ヤッホー、見事なジャンパーだったね。あ、もうはないのか。じゃあこれプレゼントね。やったー、カエルコイン4枚もらったー。一度覚えれば簡単でした。で、ここ行って、どうこうこうこう、ネズミくん。お前敵じゃねえのか、誰。いやー、懐かしいな、このケスケ。僕はいろんな街を見に行ってね、来てね、しばらくぶりに帰ってきたんだよ。ところで君は、もしや僕ら住んでいるモンスタンを探してるのか。あ、探してる探してる。それならこうするといいよ。砂の渦巻きにいるアリのモンスターを目印にして進むんだ。いいかい、何度か繰り返してアリのいる渦巻きに入っていくと、そのうち砂漠の地下に行ける。そしたらモンスターはもうすぐさ、僕も今から帰るとこなんだ。なるほど、アリがいるこの渦を行けばいいってこと。アリがいる？いなくね、アリ。いないんすけど。これこっち側にも行けんの？なるほど、アリがいる渦を探せて、またあの雲いんのか。あ、今あいついたな。こいつか、ここに行けばいいのか。戦うんかい。で、戦って勝ってきたんだけど、ちょっと待って、渦入らせてよ。うわふー、すぐ入ってくれるわけじゃないのね。で、これ正しい場所で進んできたのか。あー、で、ここにアリいるじゃん、また。で、こいつら倒していけばいいわけか。なるほどね。うわ、アントーリア強敵いるし。ほっ、ポン、120。で、特に周りは別に何もなさそうだね。で、さっき多分アリが出てきたのが、ここの渦だってことを俺覚えてたんで、ここ入っていけば、さらにアリがいる場所に出たと。なるほど。あー、アリとは別に戦わなくてもいいんかい。あれ？いや、アリが出たら間に行けってことなのか？あ？これ合ってる？あー、合ってるっぽいな。だったらこっち行って。入らせてよ。よこせ、そこ場所。で、アリさんと戦ってたら、マロのレベルが17になりましたね。さて、どうしよっかな。魔法が2上がる。それは有能だな。魔法には有能。ただでさえマロは魔法が強い。で、さらにピーチのレベルアップ。レベルは16だね。さて、何をあげよっかな。体力か。まあ、体力かな。ピーチは意外と生存特化だし。で、ここのアリの巣入って、アリ地獄が入っていって、またアリがいるところに出てきて、別にそれが何もない。とりあえずアリさんごっつんこ。で、アリ倒して、今度はここに入っていけばいいのかな。お、なんだ、地下に着いたな。で、セーブブロックあって、これなんだ、スターだ。走れ、スターがあるなら走れ、スターがいたら走れ。おお、で、どう倒していいの。あ、どうもありがとうございます。オッケー、素晴らしいですね。はい、レベル17。さて、どれあげようかな。あ、これは魔法が3上がるか、魔法一択ですね。で、次誰が上がった。ジーノ君、心臓を注げよう。なんかレベルアップの画面がすごい多いね。ちゃっちゃか行こう、ちゃっちゃか。これ体力ですね。はい、次終わり。オッケー、じゃあ降ります。え、うわ、何この数。え、動かないけど避けてけってことか。その前にこっちなんかある。あー、なんかありそう。あー、なんかいる。スター探してるんだって。俺待ってるよ。400コインでどう。え、買おっか。え、スターくれんの。え、消えた。スターくれんの。ありがとう。なんかわからんけどスターくれた。やべ、ちょっと時間無駄にした。まずい、これ嘘だろ。これ全部倒せってか。いける、いけ、とりあえずあと引くな。あー、最悪、無視。そしてお前がまたレベルアップ。すごいな、あなたを超えたくての効果、ジーノフラッシュ。敵全体すごい攻撃、パワーを貯めて敵を蹴散らせ。かっこいい技目。どれあげよう。魔法かな、3上がるし。で、次は誰。クッパか。いいね、お前脳筋だから金銭しかあげないけど。はい、オッケー。なるほどね。これもう一回あいつくれねえかな。さすがに無理か。まあ、さすがにスター2回くれたんだもんな。いや、3匹取り逃したらよくないな。で、ここどこ？ベローム神殿。ベローム？え、ここベロームなので、あんた誰？
俺は地上に出られトランポリン歩いて戻れずっと早いよ。100コインでどうどう。いや別にいらないな今。何なんだろう。一回解除しとけばいいとか。どう、一応買っとくだけ買っとく。出ないよねすぐ外に。あ、いなくなんのね。てかあいつらのせいで金ないんだけど。まあ、敵と戦っていけばいいか。で、ここはどこよ。ん、なんだこれ。金だ。まあ、金だからもらっとくか。はい。で、お前は何。ここはベロームおみくじ。500コインで50コインでどう。まあ、引いてみるか。おみくじだしね。この壁のベロモンガを3つ下を好きな順に下から叩く。3つとも叩くとおみくじが出るよ。じゃあまずは左かな。左、右、真ん中で行くか。はい。これどう？適当だったけど、なんだろう。あまり良くなさそうな感じ。次の部屋の土管を降りると美味しいおやつが待っているかもしれない。あー、で、これで先進めるのか。どっちみち50コイン払わねえと先進めなかったっぽいな。まあ、行ってみっか。で、クモ野郎もいる。で、土管を出る先にあると言ったが、これ隠しブロックはないな。お知らせリング、つけてるもんな、誰か。つけてるよな。あ、つけてるね、マリオが。オッケー。で、今、レベルはどんな感じ？あー、クッパとピーチが低いのか、だったらお知らせリングじゃねえや。クッパじゃない。クッパにとりあえずあれついてあげるか。なんだっけ。そう、あなたを超えたくて。オッケー、あなたを超えたくてをつけてあげて、そうだな、G の守備瓶ブーツよりもなんか安心とかの方がいいんじゃないかなと思うが。で、とりあえずピーチはラブラブだな。戦闘中にあれを試さないと。全然試してないな。え？ここどこ？これは？え、ヨッシーのクッキーを手に入れた。あ、てかこれベロームがやっぱいた場所に似てるな。まあ、ベロームの神殿っていうぐらいだし。え？戻れるようになった。はあ。で、あ、ちょっと編成で G のとピーチを入れ替えよう。オッケー、じゃあ行きます。で、ここは？で、隠したから僕ありですか。まあ、隠したから僕ありね。で、まあ、とりあえずこいつ叩いて金目のものゲット。ここら辺の上とかありそうだな。あ、ちょっと待って、上絶対ある。ここエリア結構狭いから。この上とかにあるんじゃなかろうかと思うんだが、この上、ここら辺か？ないな。それともさ、あのブロックの上行けるかな。前、武器の時のあったじゃん。ブロック上にもあるやつ。あれとかありそうじゃない？あるかな？ありました。ですが、もう一個あります。これ、通過、このブロックの上にもあるのでは。いや、でも当たれねえな。これは？カエルコイン。もう一個隠しブロックがこのどっかにある。ここら辺とかじゃないか、やっぱり。こうなるとここら辺なんじゃないかと思うが。あー、で、この上も登れんのか。あー、おー。あ、ここにあった、みんな。ここにあった、ここにあった。ここにあったね。いや、まさかのここか。普通にあったね。で、隠したから僕も全部開けて、ん？さらにスイッチ、どうも。黄色いボードに乗ったら次の部屋、どの部屋に行けるかおみくじしない。ベロームに会えたらあなたはラッキー。その先はモンスターなんだよ。これ叩いたらいいの？ん、これは？うん、もう寝る時間なんだから邪魔しないでほしいんだな。え、じゃあ乗る？ベロームに会えたらラッキーっつうけど、確定で会えるもんなんじゃないの？確定じゃねえのか。会えねえし。うん、なんだな、おいらに鍵を食べさせてくれたらここをどいてやってもいいんだな。鍵？鍵って何？え？鍵なんてあった？会えなかったんすけど、運なのか、なのかな。おみくじつっても別になんかいけなかったよね。あ、引けるようになってる。おみくじ次第。まあ、とりあえずもう一回引いてみる。これは？うん、お腹空いたらなんか食べてみたいんだな。あ、さっきと違うね。眠いんだな、つったらさっきのあの変な、鍵をよこすんだな、みたいな感じでこう言ってたもんね。いや、ベロームってそんな神殿に、あ、違う、やっぱり。神殿作られるほど神聖な動物なの。動物なの、そもそも。あ、いるじゃん、あれ、ベローム。これ待って、FP 回復するためにフラワーカプセル使おう。何してん、どうも。よ、みんな美味しそうだな。なんだか食べたくなってきたんだな。いただきまーす。これまた倒したらさ、後ろ側開くとかなんじゃねえの？嫌だな、ベローム。また考えること違うのかな。まあ、とりあえず普通に攻撃していくか。はい。強くなってんだろうな、この感じだと。で、ちょっと、お前は久しぶりにこれ使え。またまた不思議な卵使え、不思議な卵。ベローム結構出番あるよな。で、不思議な卵。これ、いつになったら出るんだ？何なんだろうね。まあ、とりあえず何考えたか教えて。前と違うのかな。はい。ベローム。弱点は恐怖、毒、沈黙。僕は食べてる時も幸せなんだな。あ、そうなの？虹色ジャボンなんだな。何それ。
痛いよで痛くない、あー眠っちまった悲しみにって感じだわ。だったらこれはまあ痛いの飛んできてとりあえず直してやるか。はい、とりあえず体力も適当に回復しつつで、マロに交代して恐怖が弱点っつったよな。つまりだ、クッパのこの恐怖の衝撃効くんじゃないですか。いきます、いけテレサ、恐怖にしろこいつを。え64いいね。なんだな、おいらは味を覚えるとその人のコピーを作れるんだな。何その能力、試しにやってみるんだな。みんなうまそうに見えるんだな、味を確かめるんだな。ダラダラしてちょっと酸っぱいんだな。出来上がったんだな。偽マリオだ、すげえ、そんな能力持ってたの、有能。 OK 134で、ちょっと入れ替えで、じゃあピーチの代わりにマロにしてちょっと調べてみるか。何考えてんの偽マリオって、教えてよ。はい、174弱点なし。何も考えてね。おお、怖っ、あいつ怖すぎ。じゃあとりあえずどうしようか、ぶん投げグローブで、ほらマリオにマリオをぶつける。オッケー、危ないんだな。オッケーで、とりあえずね、偽マリオ攻撃するか。はい、オッケー、ママミーや。オッケーで倒しまして、そうだな、これジーノの方がいいか。そうだな、クッパ恐怖さえ与えてくれたんで、でジーノフラッシュ使ってみる。いやどうなんだろう、ね、消費 FP 高いよ、ちょっと使ってみるか、気になるよね。で何どういう系、A を過ぎてパワーを貯めて最大の話系ね。 OK、ポンパーフェクト、はあ、ジーノ対応対応になった、かわいい、それ強、それ強いわ。じゃあそうな、あと雷ドッカンでいきますか。はあ、ボンと273強いんだな、みんなうまそうに見えんだな、味を確かめんだな。あー今度は偽マロ、偽マロ作られた、やっぱりこの味が最高なんだな。プエ出来上がったんだな、プエ偽マロだ、偽マロが出来上がった、食らえダブルパンチ、オッケー、にやつ、なんだな、そろそろお腹が減ってきたなんだ、ご飯を食べに帰るんだな、ベルベロバーハイなんだな。これ終わる、戦闘終わんない、大丈夫、偽マロいるんだったらちょっと調べたかった、何考えてたんだろう。で、あれ今度はスイッチを守ってたのか、じゃあこれ押してみる、また水が出てくんじゃないの、また川下りすんじゃねえだろうな、普通に行けんかい。で、あれ中太郎じゃん、いやー、またったね、さっきはどうも。見てくれた前、そこの土管ってば相当に懐かしいじゃないか。いよいよ我がふるさと、モンスターウンだ。じゃあお次に失敬するよ。行っちゃった。じゃあ俺たちも行こっか。まあ、行って今回ちょっと多分ワールドマップに出んじゃないかな。出なかった。でもセーブ入ったね。じゃあ次回このモンスターウンでいろいろ散策していこうかなと思うね。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回のモンスターウン編でお会いしましょう。バイバイ。